私は中条あやみに似てて自分で言うのもなんだけどめちゃくちゃ可愛いんだけど、彼になんで俺なんかと付き合ってくれたの？って聞かれた時に年収が高いからって答えたらめちゃくちゃがっかりされた。でも本人だってルックスなわけないってわかってるはずなんだけど、彼はブスだしチビだし、あと年収が高いってすごいことだと私は思ってる。今の非凡なんて貧乏人しかいないのに、若くして年収が高いってどんだけすごいか彼は分かってない。彼があまりにもへこんでたから私はどんなに顔がイケメンでも貧乏人とは絶対付き合わない。お金を稼げるというのは人として最も大事なこと。自信を持ってほしいと言ったら少し笑ってくれた。お金ってめちゃくちゃ大事なのに、なんでそこを訴求したらダメって風潮あるのかね。誰だって貧乏は嫌でしょって思ってるけど、彼が少しよそよそしくなったのが悲しい。でも私は本当に美は嫌だから仕方ない。そりゃ ATM ですってはっきりと言われたら落ち込むでしょ。言い方だろうね。お金を稼ぐことの凄さ、尊敬してるってことをちゃんと言ってあげないと。あと性格くらい褒めとけ。実際いいのか知らんけど、金目と分かったら振られることもあるんだし、見た目しか取り得ない人は早めにうまいこと結婚した方がいいよ。年取ったら悲惨だから。バカな子みたいに年収が高いからって言ったからダメなんでは。彼が年収高いのは頭がいいとか社交性があるとか何か彼自身の能力で秀でた要素があるわけで、そこをグッとくる具体例も入れつつも徒敵だからって言ったらいいと思うよ。これから内面も磨いて残念美人から素敵な美人になったらいいと思う。おばさんになったら捨てられそう。女は見た目だって自分で言ってるんだから仕方ないね。彼の収入がなくなったら別れるんでしょう。それを彼が理解したらあなたが切り捨てられて終了だね。いいから、お前みたいな女は今すぐ妊娠するか外堀埋めて結婚に持ち込むのが勝ちだ。つうか彼氏のこと好きなのかね。それが分からなくなったから彼も落ち込んでるんでしょう。金が好きなだけでしょう。彼氏のルックスを聞かれてもないのにブスでチビなんて好きなら書けないよ。リアルの女性って年収に全振りしたようなブサチビを選ぶもん。顔も身長も重要だと思うけど、モテない女たちからはブサチビでモテないけど高収入な男は狙われると思う？中条あやみに似てめちゃくちゃ可愛い人は高収入だか身長イケメンと付き合えるからずりだと思う。見た目は好きになる要素に入らないからブサチビだろうがどうでもいい。自分はお金のないイケメンより圧倒的にお金のあるブサチビの方がいいな。中条あやみを可愛いと思ったことないのでものすごく滑稽に見える。中条あやみは可愛くないけど似てる人なら可愛い可能性あるんじゃない？私は中条あゆみ可愛いと思うけどね。感性は人それぞれだね。あんた貧乏な育ちだろ。まあ年収で寄ってくる女が嫌なら年収で釣るなよと言いたい。俺も年収高いけど付き合う前に年収教えたことないわ。現場仕事だから低収入と思われてる。それでも女寄ってくるぞ。